レベッカ・ヘンリエッテ・ディリクレ、旧姓・メンデルス・ゾーンは、モーゼス・メンデルス・ゾーンの孫、ファニーとフェリックス・メンデルス・ゾーンの妹として知られる女性。レベッカは、ハンブルクに生まれた。1816年に両親が彼女に洗礼を受けさせ、その時に、レベッカ・ヘンリエッテ・メンデルス・ゾーン・バルトルディという名前になった。彼女は、父・アブラハムと母レアの有名なサロンに参加するようになり、 ドイツで知的文化の創造が盛んだった時代に重要な役割を果たした音楽家、画家、科学者らとの社会的交流を行った。1829年には自宅で行われたフェリックスのジング・シュピール異国からの帰郷の初演で脇役を務めた。彼女は後にこう記している。私の兄と姉が私の芸術家としての名声を奪ってしまいました。 うち以外の家系に生まれていれば、私は音楽家として高く評価され、もしかしたら組織を率いていたかもしれません。フェリックスとファニーが隣にいることで、私には認められようという望みを抱くことなど全くできなかったのです。1832年、レベッカはアレクサンダー・フォン・フンボルトの紹介で、メンデルス・ゾーン家を訪れた数学者のベーター・グスタフ・ディリクレと結婚した。 彼女はゲッティンゲンで没した。出店。ありがとうございます。